ホーム、駒沢大学駅は、東京都世田谷区上馬4丁目にある、東急電鉄田園都市線の駅である。駅番号は、DT04。当駅は、東急玉川線時代にあった、真中電停とほぼ同じ位置にある。新玉川線開業に際し、駒沢大学に近い玉川線駒沢電停の、位置ではなく、乗馬に設置された。また、当時の歌唱は、 駒沢公園駅であった。1968年に新玉川線の建設ルートが当初の逆ずれ川ルートから玉川線に沿ったルートに変更された際に発表された図面には仮称、駒沢公園駅の設置場所は駒沢電停付近となっていた。しかし、1969年2月28日に東急が世田谷区交通対策委員会において発表した。 計画図面では、仮称、駒沢公園駅の設置場所は、駒沢電停付近でなく、真中電停付近と変更されていた。駒沢電停付近に駅が設けられないことに、納得しない地元と、駒沢大学は、あくまでも駒沢電停付近に、仮称、駒沢公園駅を設置するように要望したものの、受け入れられず、事態の収拾を図るために、 世田谷区長も乗り出したが、交渉は頓挫、ざ、調停案も不調に終わり、ついに1970年2月に、駒沢大学理事長、地元各商店会会長、各町会長らが原告になり、東京陸運局長を被告にする行政訴訟に発展した。結局、裁判では、原告側の主張は受け入れられず敗訴となり、その後、駅名は、駒沢大学駅とすること。 駒沢方面への地下通路を東急の負担で建設することなどという協定が結ばれて、駒沢大学駅は現在の場所に建設されることが決まった。改札口と駒沢公園口を結ぶ連絡通路は、この協定により作られたものである。島式ホーム一面2線を有する地下駅、国道246号の地下にある、改札街とホーム、改札街と、 東口付近地上との間にはエレベーターが設置されている。トイレは以前は東口と駒沢公園口を結ぶ連絡通路の途中にあったが、2006年3月に改札を出て右側の西口へ上がる階段の隣に移転し、同時に多機能トイレが開設されている。駒沢オリンピック公園にちなんで駅カラーは若葉色である。ただし実際に使用されている色は、 日本産業企画が定めた実環境式名での若葉色よりもサイドが高く、より緑色に近くなっている。2019年度時点では、急行通過駅としては、最多の乗降客数を誇っていたが、2020年度には COVID-19 の影響もあり、前年度よりも4割以上減少した。この減少率は、同線の駅としては最大である。また、池尻大橋、 桜新町、洋が詐欺沼に乗降客数を抜かされたほか、同線の都内の駅としては最も利用者数が少ない駅となった。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。近隣にある駒沢大学に由来する。駒沢大学は、沢の字が新字体の、卓に改められた後も表記は、旧字体の駒沢大学のままだが、 当駅の駅名は新時代の駒沢大学であり、駒沢大学とは異なった表記となっている。前身の真中伝帝は町名としても消滅して、交差点の名前で残っていたが、交差点名も駒沢大学駅前となり、一部の店舗の名称に留まっている。ありがとうございます。